こんにちは、ケイダーです。まだね、ちょっと喉が痛くてね、唾飲むと激痛が走るやつです。皆さんも体調にはお気をつけください。ということで今日はカルナ対策本部設立ということで、新ガチャですね。新ガチャ、花咲く絆のロマンタン引いていこうと思います。もちろんひまわり狙いですね。ひまわりは、マインスイーパーウィンドウと飛行ユニバキラー重力だったっけ、そんな感じでいるんですけども、なんかどっちかがね、カルナの極みもしくは究極に刺さりそうだと思うんですよね。なんか怪しいんですよね。ユニバキラーっていうのも大輔っていう魔導士ですね。魔導士が基本ユニバなんで、そいつが、混乱やってくるとかいう可能性があるんで、ちょっと怪しいかなっていうところで狙っておこうと思います。出なかったらちょっと辛いけど、30連いきます。星玉ちょうどギリギリたまるぐらいですね。では早速いきましょう。ひまわり狙いです。もう他は別にいらない。出てくれたらいいんですけども、一発目ストライクショット、普通ですね。止まれば可能性高いです。止まってほしい。2、3。でもこの間のモーセでちょっと使い果たした感があるぞ。ちょいフラグ立てれない方がいいかな。ちょい、いきます。20連目華麗にスルーしたな。弾かれろ。オッケー、きた3分の1でひまわりお願いします。タンポポとね、ちょっと相性もいいしね、欲しい、ぜひとも欲しい。ひまわりちゃんかも、お願いします、お願いします。ひまわりちゃん、止まる、どっかで止まる。きた、ひまわり、マジでひまわり。違うアジサイやったっけ。近畿の極の4層でかなり強いらしいです。いや、でももう一回ぐらい止まってほしい。2体そういうことするのね。はいまさかのそういう引きをしちゃうのね。わかりました。とりあえず星玉でもいけそうですね。ひまわりお願いします。弾かれろ。普通だ。お願いします。アジサイじゃなくてひまわり、ツバキでもなくてひまわり。ひまわりちゃん来ない。じゃあ単発で狙っていこうと思います。声ガラガラやないけます。これで出てくれたらいいよ。とりあえずまず一体確保、単発でカモン、通常運転。はい、ということで星玉溜まりました。これですよ、ここですよ、ここ超大事、超大事。パチパチ最近見てないな。ストライクショット言って、逆回転、もう一回転、もう一回転、もう一回転。ガー、これなんか現代とかまたやつだ。お、来た、おっしゃー、よかったとりあえずこれで撤退ですわ、僕は。単発ちょっとだけ引いとこう。もう一体ぐらいね、出てくれたら、ポロッと出てくれたらいいんですけども。いや、よかった。とりあえず椿は、でも椿も普通に欲しいんですけども、今回の狙いに関しては、本当に彼の撃墜対策なんとか本部なんで、とりあえず今結構厳選してるんですよ。五右衛門とか、あとは、あれか、首里の神かと、あと、ガブリエルの神化と、あと、超破壊か。超破壊、魔人キラーとかね。あとはタンポポ厳選終わってるんで、とりあえずね、前につくキャラとか、あと、ヨミ&クラマとか厳選してるんですけども、状態上回復持ってるしね。で、パーシー持ってないんで、パーシー、さすがにないかなと思ってるんですけどね。なんか、ウィンドウによって引き寄せられて、そこで混乱のレーザー食らうとか、そういう可能性は、あるかなって思ってるんですけども、ウィンドウがもしかしたらどっかで、対策必須になるかもしれないなっていうところがありますんで、マインスイウィンドウもしくは最後言っちゃうか、もしくはマインスイワープ、マインスイダミオとか、ね、その辺が怪しいと思っても、さすがにね、お寮みたいなね、重力ダミオみたいな
ああいうのは適正にしないと思うんで、はい、合計まあ35、6でしたのかな。で、アジサイ2体とひまわり1体でした。いや、とりあえず良かったんですけど、ちょっとカルナの対策コンボ見ましょうか。現状僕がちょっと厳選してるキャラたちは、はい、ゴエモンですね。とりあえずゴエモンは、激死化激規則と激襲ですね。これは同族、あ、まだ線形か、同族欲しいところですけども、超破壊がまだまだ弱いで、ガブが同撃速と同族破撃とかで、まあ、そんな感じで厳選をしておりまして、あの首里がね、まだ神化できてないんですよね。神化素材がいないのでこれですね、首里気が減りとクエル1回で気が減りましたね。まあ、使用回数見れば分かると思うんですけども、こんな感じです。まあ引きが良かった。で、あとはまあ、ゴエモンの神化もワンチャンどっかでやるかなとは思ってるんですが、だって極みと究極ありますからね。あのシュリンガール思い出してもらうと分かると思うんですけども、極みが、ダメをワープでしたっけ、あの魅力の進化とかランスロットが強かった、ブロックも出てきましたね。まあ、そんな感じで、うん、基本的にはダブルギミックのキャラを2体ずつじゃないか、2降臨分用意しとかないといけないということで、まずは極み用でダメを重力とか重力飛行とかそういうことを考えておりまして、究極の方ですねは、ゴエモンとかの地雷ワープとか、あとは地雷、さっき言ったあの前、地雷とウィンドですね、混乱があるので、混乱によって引き寄せられる、多分あのさっきのひまわりのユニバキラーとかでね、あの魔導士を倒して混乱を防ぐとかいう可能性もあってくるので、まあ、飛行重力、ダメオ地雷もね、ワンチャンあるかなっていうは思ってるんですけども、想像以上にキャラが少ない、これは。で、しかもまた、クシナダとか使えるようになっちゃうんで、ここはね、薄いかなっていうふうには、今は思ってます。ただ、状態上回復持ってるこいつがね、意外と活躍しそうな気もするんですけども、まあ、引っ掛けかもしれないですね、罠かもしれないです、というふうに思っております。で、タンポポね、一回だけ、神殿行きたいと思います。タンポポじゃなくてひまわり。とりあえず引けたのはでかかったな。マイスイウィンドウですね。攻撃力はね、確かめっちゃ高いんですよ。砲撃型なんですけども、攻撃力が高め。めちゃめちゃ高いけども、スピードが超遅い。これ、同速ついてなかったら190ぐらいですね。まあでも怪しいところなんで、厳選しておいて、で、もし神化が適正ってなったら、更新力でスライドとかね、更新力じゃなくていいわ、今イベント来てるんで、素材集めてやろうかなと思ってます。じゃあいつものパーティーで、金閣1回だけ使っていきます。まあもちろん過激狙いですよね。過激狙いでいきます。タンポポがね、同族過激と激襲過激とクエル両方ともついてるんで、もし仮に飛行重力とか接待だった場合は、もうかなりひまわりも同じ同族なので強化されます。だからまあ線形とかでもいいんやけどな。まあ激質とか割と恩恵受けやすいから、線形狙いでもいいかなと思ってます。とりあえず過激か、もう同激速、あれ言いにくいな、同族過激速かとか、その辺狙おうかなっていうふうに思ってます。ただやっぱりね、何でしたっけ、シュリンガーラでも雑魚がね、あのフレイヤとか出てきたじゃないですか。なんか愛、あと何だっけ、カーマとかね、名前にね愛がつくんですよ。名前に愛がつくキャラが出てたりしたんで、今回悲しみが、悲しとかつくキャラが怪しいかなっていうところがあるんですけども、なんか巷で噂されてるのは、まあ、ジョーカーですね。ジョーカーとか出てくるんじゃないかなっていうふうに言われてるんで、ジョーカーは魔人ですね。だったら、あれですよ。超破壊ですよ。超破壊が強くなる。で、他にも、まあ、なんか魔族の雑魚が出てくるんじゃないかなというふうに言われてるんで、そうなったらタンポポですね。キラー持ってるんで。で、その辺がいろいろ怪しいキャラいるんですよ。なので、とりあえず、もう、貴族性のダブルギミック、ダブルアビリティ持ってるキャラは、もう厳選しておくのがいいかなと思ってるんで、僕はもうここ最近ずっと、貴族性のキャラたちを厳選しているんですけども、まあもちろん過激狙いで、まあ他には照明とかね、気が冷えとかでも全然いいんですけども、まあ過激、基本的にはやっぱ過激がワンパライン変わってきたりするので、
まあ、多分ね、その雑魚処理をしっかり早く済ませてから攻めるようなクエストになると思うんですよ、最近の傾向から言うと。まあ、近畿も全部そうですし、基本的には雑魚処理をなんか一筆とかね、なんか何てかかけてしっかり倒してからボスを攻めるっていう感じだと思うんで、まあ、だから過激ですね、アンパラインが変わってくる過激とか、まあ、あと紋章の力借りて、あとあのスポットですね、マイアンテナとかつけて貴族性の力強めて挑むことをお勧めしております。まあ今回かなりね、あの2回目の豪絶ということで、多分ねシュリンガーラより難しいと思ってるんですよ僕は。いや、あのやっぱりそのなんていうのかな、新ギミックじゃなくて新難易度かなが出てきて、まあ、シュリンガーラがなんか思ったよりも難しくなかったっていうところですね。僕もあのちなみにシュリンガーラの初日フラッグパークエクサンクパークグランプリの直前だったんで、まあ、ほんまに数分しかやってないんですけども、まあ、極みと究極両方ともクリアできましたよ。究極に関しては2回目ですね、2回目でクリアできまして、なんか想像以上の想像以上になんか豪絶っていう難易度ではなかったと思ったんで、今回はいろいろと対策していきそうかなって思ってます。まあね、モンストユーザーの中でそのシュリンガーラじゃなくて彼が挑んだ人の中で、まあ5割もクリアできないぐらいの難易度にしていくんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってます。怪我減り、まあ別に外れじゃないですね。なのでちょっと今回に関しては結構ね、本当に対策しておくのがいいかなっていうふうには思ってるんで、皆さんもね、彼が絶対勝ちたい人はとりあえずダブルギミック、ダブルアビリティ持ってきたらですね、もうなんかマインスイーパーだけとかワープだけとかのいうキャラよりもダブルギミック持ってるキャラをできるだけ厳選してあげた方がいいかなというふうに思っておりますので、皆さんもぜひ一緒に厳選していきましょう。はい、ということで、金曜日ですね、今週の金曜日9月7日19時から生放送で、よかったらそちらも見てください。ということで終わります。ご視聴ありがとうございました。ガチャおめでとうって方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタフォローもぜひお願いします。それではバイバイ。